落としました。おっしゃ、角度が、あ、ちょっと厚の角度が狂っちゃった。それ使うから早く帰ってきて。もうすぐそこのやつ乗ってくる。いいよ。ノリ危ねえぞ。ぶつけました？多分ちょっと曲がってるな。まあちょっと持ってってみて。感じですかね。この辺かな。ここくらいまでは。あ、長さこれ。ちょうどいいじゃん。あ、了解です。キョちゃん、もう守らないといけない。そんな作業が繋がるのに汗だくになりますね。まあ一発じゃ入らないでしょう。入ることを願って。あ、でもこっち側もだいぶ削らなきゃですね。まだまだ、1センチくらい。あ、結構削らないとだね。
こっち側が結構まだちゃんと入ってない感じが、1センチくらい。本当で1センチだね、これぐらい、うん、飛び出てる分は全部入らなきゃいけないですもんね、うん、それでも1センチ、あんな綺麗にできたのにね。あ、そうですね。こっちはこうだよね。はい。よいしょ。惜しい。角度が、あ、ちょっと圧の角度が来るじゃん。行かないね。そっちハンマーでいける。叩きますよ。入ってる。もうちょっと。こっちでも2センチちょっと、7センチしか出ないですよ。え、嘘。出すぎちゃった。ここがこっちの方が出てる。こんくらいいいかね。この力で無理だぞ。いいよ。はい。はい。もっと打っちゃって大丈夫ですか？いいよ。はい。少し。いいよ。あ、だいぶ。さっきよりは、あ、でもなんか。完全に収まった。いい感じですか？収まったけど、こっちが高すぎるな。これやってたらどんどん短くなっていっちゃいますよ。ここか、噛んでる、ここかな。これだ。あ、OK。だいぶ入った。いい。うん、さっきより良さそうな感じはしますね。ここ深かったね、ちょっとね。ですね。まあ、いいか、こっちこれでいいよ。はい。あ、けいちゃんもう OK。あ、マジですか。はい、大丈夫でしょ、これね、ほら。大丈夫そうですね、こっち側から見ると全然。よし、完成。清水さん、ちょっとだけ手伝ってもらっていいですか。はいよ。そっち側を押さえてもらえれば。よし。じゃあ、
怪我しそう。あ、でもこっちがあれになっちゃいましたね。まあ、あとで削れる。上げちゃって、こっちが上がる前に、そこで何本やれそう？オッケーですかね？ちょっとここからもう一回測り直しますね。ちょっとだけ、こんなもんですかね？家っぽくないですか？本当だ、すごい。つなぎも噛んでる。一緒に噛んでるぞ。ノディ、あ、話した。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。